吉ささん、林治さんん林がこんなこなとを言ってましたあの好きなことは趣味でやればいいと。仕事っていうのは、それを依頼している人の責任に応えることだっていう人らしいんですよね。で、稀にこれが一致している人がいるんで、好きなことを仕事にしようって誤解する人がいますけども、多くの人はね、自分の好きなことをやってもあんまりお金にならないんですよね。でそうじゃなくて、人の喜ぶことをする。いわゆる、ちょっとした自己規制が入らないとなかなかね、お金を払ってくれるようなレベルで、 仕事がで、きるといいうことにはなんないのかなと思いますで後から仕事が好きになるってことはね、あると思いますけども、最初はね、やっぱりこう、嫌なことが多いんじゃないですか。YouTube やっても、あれでしょ編集作業とか、動画アップロードとか、ネタを考えたりとか、そんなに好きなことでもないですよね。人前でしゃべることとかね、吉田さんね。でもやっていくうちに、まあ、なんていうのかな、嫌気がさすよりも早く慣れていくんですよ。よくこんなことがあるんですよね。 あの何回も何回も同じことを言われてもうまた同じこと言ってるもうイライラするっていう人がいるんですけどもそういう考え方もあればね何回も言ってるんで慣れてきたよみたいなねどっちかっていうと笑顔でねああもう慣れた慣れたみたいな感じでねなっちゃう人もいていちいちイラつく人っていうのは自分の中にまあいわゆる抵抗力とか根性がないんでしょうねで融和していける人っていうのは慣れていくんですよだんだん慣れていくんだけど無視するわけじゃなくってそうだよねっていう感じなんですよ あのなんかね職場でこんなことがあったんですよ。あのなまた上司が同じこと言ってるっていうふうに言わせたら上司の勝ちみたいなね。これはどういうことかっていうと、いろんな段階があるんですけども、部下が何かミスとか勘違いをするたびにね、上司がね、おいおい、ちょっと君、これはこうなんだよ。何言ってんだよ。こういうふうにするんだよっていうふうに言うんですよね。最初は、あすいませんみたいな感じなんですけども、同じミスをやっぱりするんですよ。まただね、と。何回言わせるんだよ。こういうことなんだからさ、とか言うんですよね。だだだだん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  あの上司また同じこと俺に言うよみたいなね同じこと言わせるんだろうみたいなねその,その通りなんですよねでそのうちにそのね社員がなんかミスをした時にあまたあの上司にんか言われるよとまたあれ言われそうだなよしよしもう自分でもなんか改善してやっちゃおうみたいな感じなんですよねつまりは徐々に徐々に上司は同じことを言わなくなるのは何でかっていうとそれによって、ね、部下がねできるようになるんですよ部下っていうのは何回も何回も同じこと言われたら嫌になるんで言われないように ううまくく立ち回っていくよよになるんですよねつまり進化成長するわけですよ、うん、だから仕事になるんだろうなと思いますそのために長い期間で勤めるんじゃないですかでも会社としては何回も同じミスをする人を抱えておけないってところもあるんでそうなるとねもうね上司の部長かなんかはね文句言わなくなるんですよ、うん、またそのミスしちゃったのいいよいいよ君来月クビだから」みたいなねどっちがいいですかって話なんですよね <laughs> はい高倉健さんねやっぱかっこいいですねあの騙されたことはないうん あの自分が誤解しただけかっこいいし本当にそうだと思いますよだって世の中にね信じられる人って別に一人もいないんですよ勝手にあなたが信じただけなんですよ以上じゃないですかはいでは